知らない人ばっかりだから仲良くしてもらえるかなって。見られるんですね。非常にやっぱり生き生きとしたいい表情を見せていただいたり、それから普段はあまりこう言葉が出てこないような方が一生懸命語りかけたりっていう姿を見て、本当にこう心温まる すごいなっていうふうに思って、伝えてみると、ボディの部分柔らかくて、目をつぶっていただくとですね、本当に子供を抱いているような感覚があります。でその上で、顔と顔を合わせるときに実は目を中心とした一部分だけに、人の注目というのが集まるそうで、それ以外の要素というのがあまり重要じゃないという、そういった研究コンセプトに基づいて設計されていますので、話をすればするほどその人らしさというのがより強まっていくと。ボタンを押すとそのように動きますので、じゃあ動作を首をかしげたり、あと手を動かしたり、そうですね、ここでコントロールして、はい、はい、そうそうね、宮城県は大きな被害を受けまして、高齢化も他の地域よりもかなり早く進んでいるというふうに思います。そういう意味で宮城の新しいこの介護のモデルを作って、これを世界に、日本に世界に発信していくことがですね、皆様に受けた、恩に報いることになるのではないかなというふうに思ってございます。誰でもが好きなロボット、誰でもが、関わりやすいロボットってどういう姿形だろうっていうのをずっと考えていて、で、それでまあ思いついたのは、全く特徴のない顔、年齢も性別もわからないような顔、そういう顔で人間らしい声を持っているロボットが出てきたら人はどういうふうに反応するかと。要するに声から想像する相手っていうのは必ずポジティブなんです。だからそういう人のポジティブな想像を引き出す能力をうまく使ってやると、要するに顔の特徴としてしまうとですね、声から、相手を自分の都合よく想像してですね、なんていうんですか、その、実際にそのものすごく誰からしい人らしい人と喋るよりも、心穏やかに喋れるというか、プレッシャーを感じずに喋れるということ。好きな食べ物は何ですか？私、チョコレートが好きなんです。ちょっと食べ過ぎちゃって、重たくなったねって言われるようになっちゃいました。人とお話しするのって楽しいですね。